東会海に存在していた相撲部屋。1929年3月場所限りで引退した伊勢の海部屋所属の元関分け、三磯は、年寄り、旧大花籠を襲名、同時に幕内、平木月などのうちで死を連れて、伊勢の海部屋から、分家独立して花籠部屋を両国に創設したが、春秋園事件の余波を受け、苦しい時代を送った。その後、本所、亀沢町、 旧団へと移転し、1937年頃に杉並の全久寺へ移ってきた。1943年に両国へ再移転した。旧代は幕内、富名山や藤田山などを育てたが、1947年11月に弟子の藤田山たちを高砂部屋に預けて部屋を閉鎖した。1956年夏場所。 大関若野花初優勝時の優勝パレード、二所の関部屋所属の幕内、大の海は、1948年1月に、杉並区阿佐ヶ谷の日本大学相撲部合宿所に曲りをして、若野花など数名のうちで死を連れて事実上の独立をする。1952年5月場所限りで引退して、年寄り、八大柴田山を襲名、正式に分家独立して曲りしていた。 日本大学相撲部合宿所の隣接地に柴田山部屋を創設する。八大柴田山は1953年5月、仲が良かった十大花籠と、名跡交換して十一大花籠を襲名、同時に部屋名も花籠部屋に変更した。小部屋の悲哀を味わいながら、いつか、阿佐ヶ谷に天皇支配と優勝期を運びたい、横綱を育てたい、と志し、 毎朝3時に起きて市場に食料の買い出しをして5時に部屋へ戻って開けてもくれても若の花の稽古台を務めた。本家、二所の関部屋の従業組合から外され幕内力士が若の花だけの人用で壁地を巡業して食いつなぐ状況で七夜が良いは当たり前で支払いが滞るため米屋も酒屋も何度も買えざるを得ない日本一の貧乏部屋だったことから ではの海理事長からやっていけるのかと心配されるほどだったが、若野花の躍進とともに経営も起動に乗った。1956年5月場所で若野花は決定戦を制して初優勝。両国を離れて山の手に優勝旗が運ばれたのは初めてのことで、大梅街道には数十万の見学者が集まったことで、都電はストップ、若野花を乗せたオープンカーは、 新宿西口から、阿佐ヶ谷の花籠部屋まで3時間かかるほどの大騒ぎとなった。1961年9月場所から1962年1月場所にかけては、現役幕内力士7人、花籠7弱を要した。1970年代に入ると、第54代は島、大関、解決などの活躍で、第二の黄金期となった。文子山部屋の大関、 高野花を含めた三人は、阿佐ヶ谷トリオと呼ばれ絶大な人気を博した。二横綱一王関を含む三役以上八人など、関取を二十七人育て、目立った活躍がなかった現役時代とは、対照的に、弟子育成に大きな功績を残し、明白楽と称賛された。花籠部屋のみならず、文家独立した双子山部屋からは、第五十六代横綱、 若の花、第59代横綱、高の里のに横綱と高の花、若島津のに大関、離れ駒部屋からは、第62代横綱大の国と、阿佐ヶ谷にある本家、文家から横綱、大関以下多くの大勢の関取りを排出したことから、阿佐ヶ谷勢と称される、一大勢力を築き上げ、阿佐ヶ谷は東の両国、西の阿佐ヶ谷と言われた大相撲の拠点となった。 一時は花籠一門を称している。現在も花籠部屋、双子山部屋、離れ子間部屋の系統は二所の席一門がヶ谷系と言われる。日本相撲協会理事として長きにあたって活躍。1975年の尾川騒動では二所の席一門の長老として長廷役を果たした。日本相撲協会の歴代理事長の多くは ではの海一門出身者によって占められているが、後に花籠部屋出身である双子山と離れ駒が、日本相撲協会理事長に就任した。1981年3月場所において11代の娘婿である和島が引退し、同時に12代花籠を襲名して花籠部屋を継承した。しかし、1982年には12代の夫人が自殺未遂を起こし、 1985年11月には、自身の年寄り名跡を担保に入れて、多額の借金をしていたという前代未聞の事実が発覚した。この問題を受けて、12代は、同年12月に廃業を表明。後継として17代、離れ駒や14代時は山に打診するも断られて、部屋は消滅。花籠部屋出身である一門の総帥、双子山の指名により、 所属力士は解決が率いる離れ子まべやへ移籍した。1986年5月には12代の義母で、ある11代花籠未亡人が首を吊って自殺した。1991年3月場所に引退して、双子山部屋の部屋付き親方となっていた年より、15代花籠が、1992年10月に4名の、うちで死を連れて、分家独立する形で花籠部屋を再興した。 当時の東京都内では、地下が高騰していたために用地が確保できなかったため、山梨県発の相撲部屋として、北鶴郡上野原町に部屋を設立した。しかし、他部屋への出稽古や新規入門者の相撲教習所通学に支障をきたしたため、1996年12月に東京都墨田区に部屋を移転した。ただし、15代花籠は、あくまで移転ではなく、 東京にも宿舎を建てるという趣旨であったと移転決定当初には述べていた。これに関連して上野原町に部屋を構えることに大きな役割を果たした11代の次男は部屋の移転にも反対して東京地方裁判所に年寄り名跡の返還を求める民事訴訟を起こしたが1998年9月裁判は15代側が勝訴して決着している。 2007年1月場所において、モンゴル出身の光龍が新十両へ昇進し、15代が部屋を継承してからは、初となる関取が誕生した。2008年9月場所後には、新井曽部屋が師匠の定年退職のために閉鎖されたため力士らを引き取り、新井曽部屋に所属していたあらわしが加わった。2012年5月場所後の24日、部屋の経営難を理由として、 同じ二所の席一門に所属するミネザキベへの吸収合併された。ありがとうございます。